ンスケール、メジャースケールを人から弾き始めるとできるスケールで、覚え方としてはマイナースケールの6個目の音を半音上げた形、こんな風に覚えると分かりやすいと思います。よくある使い方としてはジャズで定番のコード進行251で Dm7th G7th Cmj7th の Dm7th の時に使いますね。これは別にジャズに限った話ではなくて、メジャーのキーの音から見て2度の音をルートにしたコードの時はこんな感じで弾きます。あとは2度から弾き始めるとできるっていうのを利用して T が G メジャーの時に A ドリアンスケールを弾くっていうのもありますね。動画で見るだけじゃなくて、ぜひ実際にベースを弾いてみて、指板の位置関係とかサウンドの響きを体感してみてください。